富山で培ったもの、誇りがやっぱりそうやってプロの中でも通用させてもらえたんだなという気持ちで、代表して、ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございました。県民の皆さんに大きな力を与え続けられるような存在でいられるように、また頑張っていきたいなというふうに思います。